近畿自然歩道は大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、三重県、滋賀県、鳥取県、福井県の近畿地方を中心とした2府7県にまたがる総延長 3258km の長距離自然歩道である。近畿自然歩道は環境庁の長距離自然歩道構想に基づき8番目に 整備された長距離自然歩道で2003年に全線が開通した。コースは日本海から瀬戸内海、太平洋を結び近畿圏を網目状に網羅している。起点の福井県鶴ヶ市松島町終点の兵庫県南淡路市福良鳥取までの間を246箇所の短いコースに区切られて設定されている。先行して整備された東海自然歩道に 指定されている京都府、滋賀県、三重県、奈良県内の一部コースは重複しないように近畿自然歩道からは除外され接続するように設定されている。また、大阪府内は公式には先行して整備された大阪環状自然歩道に指定され近隣の府県の近畿自然歩道に接続するよう設定されている。いくつも点在する関係自然公園の中、 通過しており、伊勢島国立公園や吉野熊野国立公園、山陰海岸国立公園、瀬戸内海国立公園の4つの日本の国立公園と、若狭湾国定公園、金剛伊古巻泉国定公園、明治の森美濃国定公園、室尾亀目青山国定公園、高野龍神国定公園、京都丹波高原国定公園の6つの国定公園を通る。大阪府。 滋賀県、鳥取県のコースは、隣接県からの接続のみで、特にコース設定はない。三重県の美しごく探訪コース内の飛ばし上島を一周するコース。ありがとうございます。